どうもこんにちは、リューボンです。フォールアウトシェルター続きやっていきます。はい、結構ねがっつりと部屋のね位置を結構変えました。で、今何をやろうとしているかっていうと、レイダーが、レイダーの襲撃イベントがね、定期的にやってくるんですが、その時にね、やっぱ一番困るのが、やっぱこう、あんまり武装してない人たちのところまで来られると、めんどくさい、非常に。ので、そこにたどり着くまでに、時間がかかるようにしなくてはいけなかったんですね。うん。で、それが何をすればいいかっていうと、なんとなくね、こっち系のゲーム慣れてる人はね、多分、初見でもね、それをやるんだろうなーって俺はちょっと思ってるんですけど、これ、こっからこう来て、で、これもいつかもう突破されるんで、強化できるんだけどね、一応アップグレードで。できるんだけど、ちょっと今優先順位的に、もうこれは突破されていいものとしてやってる状態と。うん。ま、突破されたら、一応まあ、その体力とかね、こうやって減ったりだとか、デメリットもあるんだけど、まあまあまあ、それもね、回復できるし、いいんじゃんみたいな。スティームパックもね、ね、できるし。で、それはいいんだ。で、こっからこう突破してきて、で、ここがね、リビングっていうのもどうなのっていうところなんだけど、なぜなら、このね、リビングクォーターは、完全に非武装の人が集うところなので、こんなところに会っちゃいけないんですよ。うん。それだったらもう普通の、もう電気のこの施設とか、もろ持ってきた方がいいんですが、一旦ここはね、うん。で、こう来て、で、今まで、このままこう行っちゃってたんだ。だからもうこう順番的にこう来て。で、多分今までね、今のところここでもう殺してるので、動かないですけど、例えば強いレーダーがもし今後来るとしたら、おそらくこっち行くのかな？で、こう降りてって、で、こっち行って、で、こんな感じで降りていくというような感じなんですけど、これね、このエレベーターを取っ払います。で、これを部屋をこう伸ばして、こう、蛇行させるんですよ。まあ自分がめんどくさいんだけどね。うん。まあでもそれは、いいよ。もう、うん。しょうがない。うん。で、どうせさ、こんな地下ね、ドワー伸びていくと、いずれにしろ時間かかるんで、でもどうなんだろう。めんどくさいね、それ。自分がめんどくさいっていうのはね、すっげえ時間かかるぜ。移動させるの。まあ、考え物だよなぁ。どうやったら一番いいんだろうなぁ。自分だけが通れるドアみたいなのがあればいいんだけど、ないからね。うん、でも、とりあえずそれさせようと思ってます。で、こっちの方にはこうさせて、で、まあ、今後おそらく下の方にやっていくときは、まあ、そうだなぁ。まあ、重要な施設を下の方に置いて、で、上は、まあ、こういう電気とか、そういうやつ。で、こういう強いね、で、ここに、ちょっと武装してるやつをいろいろ置いてるんですよ、ほら。このね、銃とか持ってるやつとか。もう、こいつらも全員、銃持ってる。これアサルトライフルかな？うん、アサルトライフル持ってるね。うん、とか。これ全員持たしてる。まあ、こいつは、あ、よこれは、ちょっと待って。これね、ちょっと待ってね、操作がうまくいかないね。これね、ほっとくとね、そう。移動するんだよね。これ、あれかもな、意味ないかもな。これゴキブリなんだよね。いける？いける？帰っちゃった。遅い。ここはね、誰もいない部屋なんだよね。ストレージルームはね、誰にも置いてなくて、ちょっと、運が悪かったですね。うん。この辺とかに出たらね、もう一瞬殺なんでね、ボーンっつって。で、まあ、デメリットはまあ、なんだろうね、よし。やったー！イェーイ。はい。で、今回の目玉ですが、
これ気づいてる人はもしわかると思いますが、これ。買っちゃいましたー5パック買ったのかな？よくわかんない。これが5個だから、カードが 5×5 で25枚カードが開けます。で、これね、これ500円だったかな？で、最初のスターターパックが600円かな？で、もう今俺1100円出してます。で、1100円って、そろそろこういう系のゲームの、まあ、妥当な価格になりつつあるので、あんまりね、もう多分、あ、ちょ、これ言い訳じゃない。言い訳じゃないですが、ちょっと聞いてほしいんですよ。こういうゲーム、俺も今後ずっとじゃあ課金していくのかって言ったら、そうではないですよ。最初だからこそ資金が足りないみたいなのはあるので、最初だからこそね、で、まあ、1100円ぐらいだったら、このゲーム全然俺出す価値あると思うんですね。まあ、例えばこれが、そうですね、1ヶ月ぐらいで飽きたとしても、まあ、スチームでよくね、1100円ぐらい出して、飽きるゲームなんてあるんでね。まあ、やりますよ。はい。さあ、頼むぜ。スーパーレアとか、ね、シャベル。ジャンクか。これ売るんだよね、多分。お金、100円。ありがたい。心拍か。これは。500円。ありがたい。ペット。へえ。ダメージプラス2だって。すげえ。でもなんかあれだね。スーパーレア出なかったね。100円。P が4か。P はね、電気だね。アカウンタントアウトフィット。揺れるのやめてほしいね、これ。ジャンク。高いのかな、これ。で、フードが、50。フードよりね、水が欲しい。おい、来た！いいだって！ちょっとこれありがたいね。でね、これね、このキャラクター自体も嬉しいけど、これね、E がめっちゃ高いの。おそらくこいつね、服着てるんですよ。ちょっと、一旦。これ、見てください。ほら、服着てんだよ。これが、あ、まだ入れないでね、まず。どこ？A も、よろしいね。E ってね、今ないんだよね、施設で。E を必要とするものが。多分、あ、ある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 。ストレージルーム。でね、いろいろ部屋はアンロックしてるんですが、なんか、あんまり、ピンとこないですね。じゃあ、でもストレージルームって生産性がないから全く魅力がないんだよね。それがなぁ。とりあえず、E 以外のとこの数値で見ると、C が高いので、ちょっとこの人、小作り。ちょっとイケメンなんでね、ちょっと。よし。ラッキーが1と。で、アギリティが2で、インテリジェンスが2ですね。まあ、微妙。P が4っていい装備手に入れたな。ここ P でしょ？あ、これ S だ。ごめんごめん、間違えた。あ、水か！ありがてえ！マジでありがたーい。このおじいちゃん？このおじいちゃんがエースなんですよ。うちの水の。で、それ以外の人が、軒並み P が少ない。ね。だから、そのおじいちゃん、このおじいちゃんを完璧にするか。うん。いいね。これで、いやー、素晴らしい。そしてこの人にミニガン持ってね。めちゃくちゃ強いからね。いいね、おじいちゃん似合うじゃない、服が。ほら。あ、これいい。この人のためにゲットしたようなもんですね。はい。さあ、どんどん開けていきましょう。さあ、来いよ。500円、いいね。リビア、弱いね。0から2のダメージっていう。なんだ！ジャンク、ゴールドウォッチ、これ高いんだろうな。水50。まあまあ、水はまだありがたい。500円。どんどん行きましょう。行くぜ。ジャンク。キャップ100円。なんか、ウルトラだよ。ああ、なんかまた、まただよ。あのおじいちゃん、特有のあれだと思った。いらない。おお、なんだこいつはプロレスラー来たぞ。すげえな、ビリー・アダムスだって。ラッキーが強くて、ストレングスとインテリジェンスが高いと。このなりでインテリジェンスが高いっていうね。素晴らしいじゃないか。さあ、最後。スティンパック。
円。来ないなぁ。バトルアーマー。最後。よし来た！なんだ？ヘビーレイダーアーマー。なんだっけこれ。P と A だな。アギリティと P ってなんだっけ？パワー？パワーじゃないよ。なんだっけ？忘れちゃった。ヘビーレイダーアーマー。まあまあ、最後に大当たり出てよかったんじゃないですか？若干ね、若干ちょっとね、みたいなのあったけど、そして、この、プロレスラーが入ったことによって30人になります。30人になると部屋が1個アンロックされるので、そしてこの人どこ置こうかな？ S でしょ？ S つったら電気なんだよね。で、電気で、あれ？電気で弱いのは、この人だね。で、この人は、アギリティ A に行った方がいい。よし。じゃあ、君は、誰かと交代？で、君は、ちょっと待って。君のね、はい。教えて、教えて。愛、インテリジェンス。というわけで、掴むのがむずい。インテリジェンス。あれ？君が、君は誰？インテリジェンス引く。C か。C だったら、こっちが行かせようかな。OK。で、ちょっとね、新しい要素がいくつか追加されてますが、それちょっと後々説明していきますね。S8 ですよ。ルームアンロック。来ました。何でしょうか。なんだっけ？さっき出てたよね。名前出てたよね。クラスルーム。子供か。きょ、きょって。ちょっと待って。ここに学校来ましょう。で、君さ、アサイン。そっか。先生か。これインテリジェンスだよね。明らかに。じゃあ、スティームパック、あれ？スティアパック係がちょっと少ない気がするけど、ここでね、スペシャルのとこ押すと、相当ができるんですよ。パーフェクション、エンデュランス、カリスマ、インテリジェンス。インテリジェンス一番高いのは、おじいちゃんですね。性欲の強いおじいちゃん。で、次に、リビングクォーター。こいつ先生だ。ちょっとね、耳が、なに？ああ、戦え！なになになに？なにこれ？スペシャル。トレインヨアドベラスインクリーズ。違う。お、戦ってる、戦ってる。いけいけ。食らってるね、結構。人をどかした瞬間にゴキブリ出たよね、今。これね、助けた方がいいかな、こいつ。いや、でも大丈夫だろ。一人でなんとかなるっしょ。結構大変だね。どうする？行った方がいい？どんどん減ってんだよね。見る見る。お前は、何やってんの？お前。いや、もう戦えよ、お前も。死ぬかな。危なかった、今。オッケー。戦え。よし、オッケー。いやー、危なかったね。で、こいつは先生だから、ここに行くんだよね、多分。早く来い。そうだね。で、先生でしょ？スクールでしょ？あれ？ちょ待って。あ、何？これ、何？君が習うの？これ、それってどうなんですかね？俺、子供を、今ね、子供が何人かいるんですが、まだいる？まあ、いるんですよ。もしかしたら、さっき、こいつかもしんない。こいつ成長したな。子供に、いつの間にか、大人に。
じゃあ、君はインテリジェンス高い。なんだろうね。学校あって意味あんのかな、これ、本当に。これなんだろうね。やめとこう。なんか、やめとく。どうしよっかな。学校か。Assigned us here to train their intelligence。 あ、やっぱそうだ。インテリジェンスを上げるんだって。おー、すげえ。The overseer needs you. オーバーシェアス、俺のね、監督、監視員のこと言ってんだけど、監視員、ね、俺ね、リューボン。監督は君を必要としているっていうね。まあ、多分、何関係って言うんだっけ、こういうの。忘れたけどさ。自己啓発、あ、啓発じゃないよね。まあ、関係してるんでしょうね。はい。どうしよっかなー。で、これお金いくら今。2500円。インテリジェンス、あ、そっか、この辺全部そうだ。パーセプションとかね、パーセプション。で、アギリティストレングスをそれぞれ鍛えていくぜっていうのがここですね。なるほど。なるほど。で、俺は水不足に災難まされてきてますけど、まあちょっとね、素晴らしい人、この人のね、プロレスラーの加入によって、その辺の問題は解決できてるかなと思うんですが、あとあれだな、いくつか装備を手に入れてるので、P と A で S と E と、今のところね、良好だからさ。じゃあ、ちょっと待って、この人。わ、すげえ髪型、この人。こんな子いたっけ？大人になったんだろうな、多分。朝にしてるってことは知ってるはずなんだけどね。そうだな。女性にさ、こういう、これはあれか。おお、なんかセクシーだぞ。ここって P が必要。あ、いいじゃん、いいじゃん。ね。うん。で、こいつも、ちょっと待ってね、これね、なんとなくこの服はおじいちゃんに着させたいんだよな。だから、この人、いや、若いね。若いやつにはちょっと申し訳ないけど、これは着させらんねえな。おじいちゃん専用だぞ。ここは？これそうだね。じゃあ、あなた。ああ、もう何の取り柄もないね、こんな感じ。これが、これを装着することで、おーら！来たよー。この有能なね、水道管、管、なんだっけ。まあ、いいや。管、土管工事の人に、早変わりさ。ああ、よかったよかった。安定したな。一気に。で、ちょっとこの、インテリジェンスのこれは、クラスルームを3つ作んないで、それぞれのやつを作ることにしました。で、ちょっと待って。これはパーセプションでしょ？はい。ね？で、次、アギリティ。はい。電力やばいな。1500円だよ、もう。で、ここから先なんだけど、どう？はあ、これむずいな。どうしよっかな。ちょっと待ってね。ちょっと待って、エレベーターを、ちょっとね、すげえもったいない作り方だけど、しょうがない。もう俺が最初間違えちゃったから。で、ここを破壊。大丈夫、いけるよね。いけるね。オッケー。で、こう行って、あとでここは破壊します。一旦ね、この通路を生かすためにだけに、そのためだけに作ったっていう。で、このまま、ここを伸ばします。で、今、
ウェポン、ああ、これ欲しいな、早く。ウェイトルーム？これが？ウェイトルーム？あーす。そっか。じゃあ、ウェイトルーム作んなくちゃな。で、こっから先だけど、俺ずっと心配してたんだけど、ちょっと一旦安いやつでいいから見たい。あー、やっぱり、これダメだ。ここでエレベーター作んないとダメだ。ここ部屋丸々一個分なんですよ。だからエレベーター下に伸ばせないんで、だからこのリビングを壊して、ん？ Cannot destroy this room. Sign, I think your vote would be overpopulate. あー！なるほど。今俺の人口、俺のこの人口が、36人全部で収容できるんですよ。で、収容でき、これを消すことによって、36人を下回ってしまう。あ、違う、30人。今収容されている30人を下回ってしまうんですね、多分。だから俺がやるべきことは、そうだな、ちょっと待ってね。ちゃんとこれも考えないとね。まあ、いちいちこうやって壊して作り直すのはちょっとアホなんで、こうでしょ？そうだな。ね。しまってね。こうでしょ？こうでしょ？ここにエレベーター来ます。で、ここに、なに？どこ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 ？あ！あれ？いない。ちょっとごめん。説明がね、全然落ち着かないけど。今行っちゃった後か。今ね、多分俺が喋ってて聞こえなかったと思うんですが、テルルンって音がね、聞こえるんですよ。そうするとね、この画面のどこかに、フォールアウトおなじみのね、謎の人物が登場してるんですよ。で、その謎の人物をウォーリーを探せみたいに、その音が鳴ってからね、大体、6、7秒ぐらいでいなくなっちゃうんですね。その音が鳴ってから6、7秒の間に探してクリックするんですよ。そいつを。おらっつって。するとお金をなんかちょっと落としていくっていうね。結構多いんですよ。80円ぐらいかな。今はね。もっと規模が大きくなるにつれて多分大きいと思うんだけど。だから、こう、チュルルルンって音が聞こえたら、うおーどこだーって探しまくんないといけないんだけど、こういう風に密集させてると、もう正直ね、わからない。どこにいるのか。たまにエレベーターに隠れてたりするんだよね。まあ、それは残念でした。はい。で、こうでしょ？で、ここにリビング作って、ちょっと浅はか？リビングクォーター、あった。280円。ここ。で、あーんで、くっつくんじゃ、そっか、これ。ムカつく、そっか。繋がっちゃうんだよね、これ。パージできないんだよね、マージはできるけど。何？くっそ、これ何これ。なんかよくわかんなかった。あーどうしよう、もう超お金ガンガン無駄遣いしてるわ。とりあえず、くそ、そっかー、これ失敗したのな。まあ、いや、じゃあ、とりあえずお金貯まったら、多分これね、施設を置くごとに高くなっていくから、こうやって。いやー、もったいないことしたねー。ね、ちょっとずつしか貯まんないから。そうだな。じゃあいいや、これが、じゃあお金が貯まったら、とりあえずこれで、どうにかして、ここにリビング2つ作りますか。多分ね、1個作れば、この2つぶっ潰しても、人は、この今46人になってるけど、30を下回らないはずなので、最初のね、数に戻るので。それでいくか。そう。
まあそんな感じでなんか知んないけどめちゃくちゃ楽しんでます。でこのゲームねとにかくめちゃめちゃ時間がかかるのでまあねじっくりゆっくりやっていこうかなっていう感じですね。まあいつかはねゲームというものは飽きが来るもんですがそうならないことを、祈っております。この人なんでこんなにもったいないものを着てるんだい。ちょっと待って。で、いや、これで十分でしょ。うん。もったいない。すげえ無駄遣いしてたわ。で、S やるんだったら、水すっげえ十分だな、水。ちょっと待って。施設でさ、S ってさ、パワーステーション。あ、そうだ、一個、施設紹介しておりませんでしたが、ここですね。ここは、ラジオスタジオというところで、まあ、簡単に言うと、ラジオを発信して、で、住人を呼び込む施設です。ここにね、あと1時間41分って書いてありますが、あと1時間41分で、新しいね、住人がね、来るんですよ。素晴らしいですね。どん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 こうやって増やしていくと。だからこのラジオがないと、いつまで経っても、外からの客は来ないと。まあ、ラッキーでもしかしたら来るかもしれないですけどね。うん、まあ遅いですよ、多分。でそうなると、子供をね、作っていかないといけないんですよ。それもまたね、ちょっと長いんで、時間かかるんでね。危ない危ない。S。S、この子、いや、今 S ね、やっても意味ないんだよな。ゴキブリ。いけ。いけいけいけ。ジジイ強えぞ。昇竜拳したみたいに見えたけど、今。え、どこ、どこ？ごめん、見つけらんない。あー、いなくなったのかな？いなくなったんだろうな。見つけられなかった。今、もしね、ちょっと、まあ、動画編集してるときにね、こういうときって、こう気づいたりするんだよね。あそこにいたのか、みたいな。まあ、つってもね、80円程度なんだけどね。うん。まあまあ、ちょっとね、本当にやめ時はわからないゲームですが、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またな。